はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとジョブ編成を変えました。 U をトマホークにして、イデアをスーパースターにしました。で、アビリティですね、クロマ同士の何でも全体化をとりあえず覚えさせたんで、まあクロマ同士はマスターですね、もうこれで。とりあえずじゃあこの左上の方に向かっていきましょう。これ多分ね、ちょっとマップを探索してみた結果、船じゃないといけないっぽいんですよね。なので一旦ちょっと船に乗りましょう。おっとっと、走行してる間に一晩経ってしまった。あれ、上陸できるところがない。あ、あったあったあった、こっから行けるか。ワールドマップをちらっと見た感じ、歩いていけるかなと思ったけど、いけなかったんで。さあ、サジッタ遺跡だっけ。お、すげえ、なんかすげえ古代のテクノロジーって感じだな。これ何、スマホみたいなのが置いてあるんだけど、スマホのなんか中身みたいな、スマホ基板みたいな感じっすね。ここが旧サジッタ遺跡。まあ確かに、もっと近くに里を作ればいいのに。里が今のルーツ。俺たちサジッタ、それらすべては、まあ、最も今はモンスターの巣窟になった。怖いか。プロキオン君は将来の族長さんなんだってね。まあまだ子供だからな。どの人たちも。そうなの。いや、族長の娘を嫁にもらった。だけどそんなことに縛られて育つのはつまらん。おお、なかなか自由主義だな、のこの親父は。一人の男としては。でも里の使命は確かに、この子が外に出て。でも俺はもちろんその考えが。それでもしっかりと受け止めよう。なかなかできた父親だな。そろそろ里に帰らないと。え、帰るの。おお、そうだったな。え、マジで帰るのこいつら。というわけで案内。え、奥まで案内してくれるんじゃないの。俺たちはここで里に戻る。マジか。それに中途半端だな。入り口じゃん、まだ。だって、君たちは戻るまで急いでくれよ。おお、急ごう。わかりました。ほんと帰ってっちゃった。あいつら船ないのにどうやって帰るんだ。歩いてこれないぞ、ここ。面と向かってあんな子。そうですね。そして丸一日以上かかったからな。なんかすげえな、ここ。何これ。おお、行けた。こっち行ける。行けねえし。てかあれだな、エンカウント率が下がったままだな。なんだこれ、どうやって行くんだ。ここにアイテムが落っこってる。雲の糸いらねえ。あ、なんだ、あっちには行けねえな。なんだ、いきなりわかんねえぞ。あの宝箱も取りたいんだけど、隔離されている。わ、なんだこいつら、キマイラか。イデアの攻撃がどうなんだろうな。スーパースターにしたばっかりだからな。相変わらずマグノリア無双だな。めちゃんこ強え。 OK。 ん、なんだ。てか行ける場所がねえんだけど。おお、浮いてる。ああ、スイッチがある。このスイッチを押すと、この緑の床がなくなると。ん、どっちから行けばいいんだ。でもメインってあれになってるよな。宝箱とかあんのかな。この赤スイッチ、あ、赤スイッチを押さないといけないのか。なるほどなるほど。絶品チーズ、こんなとこに絶品チーズが起こってんのかよ。なんか向こう側には行けないかな。赤スイッチを押して、ん、どうすりゃいいんだ。赤スイッチは押すだろう。
って戻って緑スイッチを押すと。おお、ゴーレムみたいなのが出てきた。アイアンゴーレム。てかまたリピートでいいや。お、勝って当たんねえ。ダメージがゼロかよ。お、めんどくさーい。お、こいつは通る。炎は通るな。イデアはもう無理だ。あー、こいつも通る。倒せるか。おー、ギリ。超強い、5300って。どんなダメージだよ。で、これを押して。で、上から攻めると。これこっちとかいけんのかな。いけねえな。いやー、また硬いやつらが出てきたな。硬いのは任せて、マグノリアはクイーンモス。間違えた。イデアもクイーンモスと。で、ティズがアイアンゴーレム。もう当たらないんだからやんなくていいよ。もう一掛けのダチンとか発動するだけめんどくさい。また発動したし。OK。で、ここでイベントが起こる。スマホの中身。何か書いてあるわね。相当古いものみたい。じゃあ読めるところを。時空の羅針盤の開発成功。指定時空への跳躍を可能にするキーアイテムの開発。すげえな。とんでもねえもん開発されてんな。これってノルゼン教授が言ってたやつ。ここまで。よし、他にも読める。石板探しか。こっちは、おお、いける。復活だけ。なんかひび割れてるみたいな感じになってると向こうに通れるんだな。多分ここはいけないっしょ。うん、これひび割れてるけど、これはまた違うのか。下は？あの宝箱も欲しいしな。最初にあった宝箱欲しいんだけどな。どうやって行けばいいんだ？アイアンゴーレムか。マグノリアとイデアはお呼びじゃないからな。2体出てきたらどうしよう。あ、これいけるな。多分この雲の巣みたいになってんの。ほらほらほら、からくりが分かってきた。で、この上は何がある。ここもいけるな。もうすげえすげえすげえ。あれ、そうするとあのアイテム取れなくね。先制攻撃。撃ち殺せ。宝箱は欲しい。あれ、右下もなんかあるな。いけるか。おお、あれ、こっちも階段じゃん。どっち行けばいいんだ。とりあえず近場の階段から行くか。これはマグノリアも参加させよう。イデアはいいや。これはアタッカーを多くした方が絶対有利だな。通常の戦闘に魔法は使いづらい。
クロマデオシかカリウドかって言われたらカリウドの方が良かったかな。そうするとまあ今となってはもう全然戻れないですけど、とりあえずこの階段を降りましょう。ここに宝箱、また番人が出てきた。宝箱の番人、でも忍者は忍者で超強いからな、まあ、これは正解だったな。アラームピアス、これ多分あれだな、敵の先制攻撃がなくなるっていう。なんか微妙だな、みんないいのつけ始めてきてんな。お、低下させる耳飾りか。低下はちょっとやだな。そしたらアビリティつけてた方がいいね。ここはこれだけか。無効化するって言うんだったらアビリティと入れ替えができたけれども、低下させるってことは先制攻撃してくる可能性があるっていうことだから、そこまでの価値はないな。こっちかな。味方の先制攻撃、ん、ここがいける。あれ、さっきのとこと似てね。で、逆になっただけじゃん。マップの使い回しだな。手抜きだこりゃ。エーテル。あれ、ここもなんか蜘蛛の巣張ってる気がするんだけど。おお、こっちか。お、なんか閃光魔棒みたいな。防御が下がるけど魔法が上がるな。とりあえず飛びしとこう。一応こいつ白黒魔つけてるからな。あれ、蜘蛛の巣があるのにいけねえし。マップが回転できないかな、このゲームは。待って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 、うわー、リピートしちゃったよもうアイアンゴーレムか。完全にマグノリアの攻撃が無駄になったな。腕鉄拳超強、しかも魅了されてるし。アンコール、アンコールってなんだ。ハイポーションを少し買い込んだけど、あれ、こっち行けんじゃねえの。行けない、騙された、このクモの巣地獄に。とりあえずあの石板を調べないと話にならないな。ん？どうすればいいんだ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って。こいつらで、カップがいる、カップが。銀カップ。これでいけるかな？あ、ゼロだ！銀カップも強え！なんなんだよ、一体。てか、マグノリアの攻撃が弱いのか？入ったー。鉄拳強い。行きがけのダッチも当たるな。じゃあちょっと魔法で攻めるか。ファイラ。あ、そうだ、全体化になってるんだ、もともと。あ、なんだなんだなんだ。え、なになになに、帰ってっちゃったよ。どういうこと、すげえ。結局ヒットポイント減っただけじゃん。ちょっと待ってね、これどうやってやればいいんだ。ここを下げて、ここを上げてみたいな。いけなくね、これどうやってやんの本当に。いや、マジでわからんぞこれ、どうやればいいんだ。
で今両方下がってる状態だよね。え、どうすればいいの本当に。だって内側に2つともあるんだからさ、できないじゃん。隔室的なものがあんの。ちょっとこれ開けて、ここら辺とかなんか後ろに行けんのかな。行けた。両方開けとこう。でこっち側から行くと、もうややこしすぎる。わあ、まずこいつらを倒して。そうか、マグノリア、あれか、間違えた。パワーがないか、パワーって力が。いや通らないんだからいいよ。息がけ発動してくれ。よし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 、息がけ発動した。オッケー。そうするとどっから行くんだ。あ、こういうことね。あっち側行けねえしな。で、あの宝箱も全然取れてないんだけど、どうすればいいんだ。まあいいや、とりあえずこのまたスマホの中身を調べましょう。今訳してみる。完全に通訳だな。時空の羅針盤盗難。はん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 。セキュリティの脆弱性。合言葉を設定。石板に書い。その後、時空の羅針盤は興味深いけど。そうですね。まだ石板があるかもし。こう発光ダイオードで発光してるけど、これはどうやって発光してるんだ。あー、こいつらは安心だ。安心モンスター。ちょっとマグノリアの攻撃が通らないとちょっと厄介だな。こいつマジ主力なのにな。なんて言ったって一人で殲滅してるかんな。どっから入り込むんだ。おお、いけたいけた。1000円。あとはこっちか。この宝箱はどうやって取ればいいんだ。フェニックスの、お、そうそうそう、これこっち行けなかったから、あの宝箱の取り方もわからん。味方のブレイクアクションでリピートは解除。多分2回ずつやればいいかな。イディアンはちょっと保存しとこう。よし、これでいこう。よし、 OK。 まあ息がけはいいや、おまけだから。よく発動するな。えらい、えらい。おお、強い。じゃあちょっと上の階段から降りてみますか。で、こっちか。なんだこれは。もうどうやって行けばいいんだ。近くにあるようで行けないっていう。もうすげえ、こっちの方からあっちの階段に行けるんじゃないか、もしや。アイアンゴーレムだよ。
OK。 これもう途中で解除できないのかな、やっぱやめたみたいな。もう無駄だかんなこのゼロは。よーし、お、こっから行けそうだな。で、この宝箱をゲットと。トライデント、槍使いいなかったよな。こいつもちげえしな。槍いくつなの、いいか、全然ダメだな。そういや宝箱のあれつけてねえな、ダウジング。ダウジング一マス使うからな。あの宝箱どうやって取りに行けばいいんだよ、もうわけわからん。先生このパターン最悪だな。ちょっとアイテムを使ってみよう。ゼウスの怒りがいっぱいある。よし、これでちょっと、どうせ最初に攻撃できるからな、マグノリアは。全然攻撃しねえし、なんてだよ、こういう時に限って。まあいいや。くらい、お、雷に弱い。今ので800円使ったからな。あ、一応、黒字だ。銃の心得。心の鍵とか。もはや効果がわからん。これでも右の方から蜘蛛の巣が伸びてんな。あっちの宝箱。とりあえず、ここはなんか段差が違うからね。これを押してみよう。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、カプだ。カプはカプで防御力があるんだよな、銀カプ。で、このキマイラとクイーンモスをマグノリアで排除して、イデアはどうしよう。とりあえず一旦ボムのかけらを使おう。で、こいつは銀カプを排除と。カプって何なの、そもそも。これ当たらないんだよね。とりあえず700。いって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 。若干ダメージがと、あ、ヒットポイントが低い。何なんだろう、金を持ってんのかな、あれは。エリクサー持ってるすげえ。貴重なものを手に入れた。で、青いやつを下げないといけないよね、これ。あそこの青いところにたどり着くにはどうすればいいんだ？また完全に隔離されてんな、あれ。こっちから行けるか？行けないな。いや、本当にわからない。そして敵がちょっと、ふざっ、おー、カプだ、カプ。マグノリアはゼウスの怒りにしよう。で、こいつもボムのかけら。こういった攻撃が通るから、カップを始末する。え？どういうことよ。カエレコールみたいなのしてきた。あとこっち行けないっしょ？くっそー、わからないなぁ。ちょっと下から攻めるか。宝箱を取って万能薬。ああ、またカプが出てきた。
クイーンモス、クイーンモス、キマイラ、キマイラで、銀カップを排除すると。うわー危ない、カエレコードをされるところだった。行きがけのダチン、あ、いた。ここでカエレコードされたら最悪だな。オッケー、まあ3000円持ってるからやっぱり金持ちなんだろうな。ハイポーションと、ここはかなり難しいな。全然わからないぞ。右側に行けない、とにかく。ちょっと一旦戻る。ブレイブアターン、よし行け。クリティカルが出てだいぶ楽だな。あいだこっちから来たから、じゃこっちだな今度は。おー、なんか微妙にいける、微妙にいけるけど、これここで終わり。ちょっとエンカウント率50プラスじゃねえ、マイナス50にしよう。本当にわからなすぎる。え、いけねえし、こっち結局どうなってんだ。いや本当にわからないぞこれ。こっち側に行けるけど、アイテム取って終わりそうだな。わあ、ゴーレムが2匹出てきたよ。ゼウスの怒りを1個使うか。これで大丈夫でしょう、安泰。痛い。なにー、サンダラを使うか。フィニッシュ。ただエクスポーションくれたな。ハイポーションでも回復が全然落ちない。500しか回復しないのか。1000くらい回復してほしいんだけどな。これどこだ。でこれ取ってボムの右腕で、こっからはどこにも行けないもんな。いや謎だな、マジで謎だな。もう右側に出れねえな。いやちょっとエンカウント率ゼロしよう。ここはさっぱりわからん。あ、なるほど、わかった、いきなりわかった。この緑だ、緑を上げて青を下げて緑下げるんだ。じゃあちょっとまたエンカウント率戻そう。マイナス50にしよう。いや、なんて便利なゲームなんだ、これは。よし、これで赤に触れられると。なおかつ、あそこの宝箱は取っておこう。赤の右にある。俺の行く手を阻むものは
始末する。で、いきなり攻撃された。よしよしよし、はい、たーい。で、この宝箱を取ってと。 OK、 光のカーテン、リフレクか。んで、赤だ、赤、赤スイッチを押して、あそこに冒険家がいる。で、で、え、違くね。赤スイッチ押して、赤スイッチから行くのか。カプだ。もうカプとか言って何なんだよ。もうゼウスの怒りを使おう。これで倒せっかな。帰れー。帰っていっちゃったよ。おお、そうだそうだ、こうだ。ハイポーションで1回ずつ回復させよう。あの宝箱の取り方もマジわからん。さあ、このスマホには何が記録されている。アルタイル博士死去、バスターシップ、時空の羅針盤、月魔法、超電磁炊飯器。なんだそりゃ。大腸疾患、ベガにもう一度だけ会いたい。去年34歳、めっちゃ若。初の世界層。あら、確かに若いね。でもこれも空。こら、あれ、どっか行っちゃったよ。はーい、バスターシップ子、行くよ。そうか、バスターシップは空飛ぶ乗り物だもんね。対魔王用の。あれ、ここにもあるけど行けない。んー、なんだこれ、どっちだ。こことここがつながってんな。お、やたら遠くに出てきたな。あ、これで宝箱いけんじゃん。古代の弓。だから弓使いはいないんだよね。これがさ、ま、このパターンでいいでしょう。やっぱバラージは強いな。どっちだ、こっち。このアイテムをゲット。あそこの宝箱が取れないな。天狗のくしゃみ。どっちから行けばいいんだ。それでこっちか。あれ、行けない行けない。ちょっと待って、ちょっと待って。ここも行けない。あっち側に出たいんだ、あっち側に。お、行けた行けた行けた。で、こっからか。お、カプだ、カプ。こいつは天狗の、じゃなくてゼウスの怒りを使おう。銀カプがいるってことは金カプとかもいそうだな。カエレコールやってきそう。開いたー。
あぶねあぶね、途中でカエレコールされたら最悪だしな。お、忍者マスター、小悪魔エンジェルって何。忍者から解放される時が来た。直前だけど変えよう。何にしようかな。二刀流があるからソードマスターにしよう。じゃあで、ちょっとアビリティを付け替えよう。ちょっと待って、三刀流はそうすると いんねえかな。どこだ忍者は。あれ、忍者がいない。忍者こいつか。二刀流でもう二つ使うから、でここに行きがけのダチンを入れて、え、バラージ入れたいもんなやっぱり。でここで三刀流にすっか。物理攻撃 20% にするか三刀流にするか、どっちかだな。三刀流だな。もうこいつは三刀流の鬼にしよう。おお、すげえすげえすげえ。オッケーオッケーオッケー。超防御力弱そう。120、108。え、結構防御力あるね。みんなデフォルトで盾を装備してないかな。あ、あそこになんか落っこってるけど、まあいいや、しょうがない。コテージで休む。お、テントで休まない。まったりはしないんだ今回。いつもテントでまったりしてるくせに。まあコロニーレーザーがいつ発射されるかわかんないからな。そしてあれだな、この先は危険だぜって言ってこない。ってことはもうこれで終わりか。ボスはいないのか。これはアルタ。こんなに。どうマグノリア。ちょっと待ってね。バスターシップだろ、バスターシップ。温泉卵製造機、圧力鍋、いいね、すげえすげえすげえ。麻酔薬、義手義足、剣、吊り橋、風車、水車。どれだけ作ってんだよこいつ一人で。火薬、銃器、お、連発銃。あ、この飛行戦艦サジタリウスってのは。かっこいい。飛行戦艦？ええ、この里に新たな。飛行戦艦か。戻ってロータスさんに詳しい話を聞いてみましょう。いや、ここで調べた方がよくね。ロータス知ってんの。だってそんな知ってたらすぐ言ってくれんだろう。おお、帰ろう。素早さ揚げまんじゅうちょっと使おう。もうこっちでいいや。じゃあちょっと飛行戦艦サジタリウスについて聞いてみましょう。ちょっと戻るまでが鬱陶しいからエンカウント率は下げて。こっち里の近くから上陸できないのかな。おお、通れた。ここは無理だな。ここら辺から上陸できないのかな。ここ魔王のとこじゃん、よく見たら。まあ、上陸許可証がない、上陸許可証が。あれ、ここは意味なさそうだな。え、上陸できねえし。何、結局は。いや、ちょっとなんかすげえ遠回りになりそうだな、このまま下行くと。だってここ上陸しても山があっていけないもんね。しょうがない、ちょっとだいぶ遠回りしちゃったけど、やっぱり地道に行くしかないんだな。こう横着しようとするやつは痛い目を見るっていう。あれ、あ、ここさっきのとこか。何日もの長旅を終えて、もう何日経過してるんだこれ。コロニーレーザーの発射はいつだよ。そんなにエネルギーチャージに時間がかかるのかな。急げー。マジで乗り物が欲しい。
この地上を素早く移動できる乗り物が。さあこの森を越えて、これ裏側から入れるんだったら最初から裏側から案内してくれればいいのに、なんで森を通過させたんだ。よし戻ってきたぞ。戻ったか。あのロータス。ああ、まだ浮遊城を捕捉できないからな。浮遊城が捕捉できないのか。そうですか。それで戦艦だよ戦艦。そこに記されていた飛行戦艦。なんで知ってるんだよ。最初から言えよ。君らもすでに見ているよ。あのエースピ。あ、戦艦の一部。ああ、あれがかつての飛行戦艦SP砲はその手法だったと。なるほど、今はもうないってことか。もう随分前に飛ぶ力は。そう。すまないな。魔王も帝国も動き出した。そうね。ごめんなさい皆さん。あ、大丈夫さ、ユウ。あれ、なんでテントで寝てんの。宿屋に寝かしてくれよ。宿屋があるんだからさ。なんで野宿みたいなことしてるんだよ。なんだ、一人で調べに出かけんのか。熱心だねこいつは。今のうち。脱走だよ脱走。何をしてるのユウ。もう戦いに疲れたんだよ俺は。マグノリア。それより、いや、どうしても言った。いや、戦いに疲れて逃げようとしてたんだけどさ。それ言われてみれば夜中だからこそ。呆れた。え、だってほら、それに俺も君を危険。え、あ、危険かどうか分かんなくね。まだ本当は手伝ってくれる。ありがとうマグノリア。え、マグノリア、そのヒントは目の。え、俺たちがいるこの里は。なるほどなるほど。そう、なるほど。見たこともない永久、それを探し出そうマグノリア。ええ、え、敵出ないよね。出ない設定になってるけどさ。まあ、サジッタの隠れ里で敵が出るってことはまずないと思うけど。これはなんて大きな。なんて大きなって。大きいんだこれ。わからない。きっと何かこの里が。調べてみよう。まずは。お、下ろして大丈夫か。ちょっと待って。もし。ほらほら。そうだね。慎重に俺が持ち上げるから。ちょっとでも変化があったら。え、結局持ち上げんのかよ。え。ふんってなんだ。ふんって、とりあえずは大丈夫そうか。ど、そ、そうないわ。重たいんだこの玉っころ。そうね、見つけた。まだ始めたば。お、なんかある。なんだこれ。これは何の。壊れてるみたいだ。あ、これが。でもこの機械の光で。なるほど。え、確か飛行石も熱することによって浮力を。さっきの球体だよ。あれがきっとフライングオーブ的な。で、もともと使われてなかったやつを。どう。お、すげえ。え、
んでみるね。うん。SP タンクへのケーブルには必ず検品が済んだ分配器を接続すること。ってことは、ええ、SP 分配器検品。この球体は、あ、まただが、マグノリアのおかげ、無駄なことなんだ。さあ、ポジティブ坊やだなこいつは。結局元に戻したのかよ。あれ？まあ水だ。この水をこの里に。あら。うん。でも。ひで。こんなところで休むのかよ。ゆうな。うん。俺。今はもうお兄さんのこと。うん。でも俺、アニエス様、まあ、めっちゃ強くなったしな。本物なんだ。そう。いろんなジョブを得て。私はあなた初めて出会っ。ねえユウ。うん。式ではあなたをそれが転じて。でもあなたが花を始まりは勘違いだった。私にとってあなたは。俺も嬉しいよ。君がいてくれ、アニエ様を救って。ええ。そのた、ええ。ここが一番奥かな。怪しい。このシャトの。うん。まさか。殴れ。俺もまさかと。ダメか。何をしてるんだこいつは。天井が剥がれ落ちそうに。やっぱりだ。ねえゆ、うん、こんな石の表面がどれ。そうだね、古代の町内はこういう刻印の配列。俺にはないマグノリア。気がついたことがあったら。うん。素晴らしいぞ君たち。またこいつか。トマトと情熱はこの世界には過酷な関係。真理を探求するその情熱、君たちは答えに近づいている。今の声って。声はあっちから聞く。結局何者なんだ。どこにいる？もうここか。また落ちたら死ぬなこれ。よし、あれを調べてみよう。あれってどれだよ。マグノリアはそこにいて。ユウ、大丈夫？だって。おお、風が。よし。こいつをどうすんだよ。殴んのかよ。うん。器物損壊だぞ完全に。入ってきたぞ。もう少し。わっ。け。もう少しだって言うのに。殴ってんのかよ。くそ。危ない。剥がれろ。うわー。死んだ。ブレイブリーセカンド。完。こいつもよく飛び降りたな。マグノリア、どうして。信じてって言ったのは言うでしょ。だからって意外にゆっくり起きてんな。あれはよし、マグノリア、こっちへ。いいから、早く。わかったわ。死んだか。おお、浮いてる。やったやったやった。ついに浮力の秘密は
外壁の岩だったんだよ。グッグレイっていうか危ない。ううん、だってマグノ、おめでとう。お、いる。誰だこいつは。あれ、またここに戻ってるし。これどうやってあっち行くの。おバッカスの酒こんなとこに酒が置いてある。おー、どうやって行くのあっち。戻んのかよ、めんどくさいな。スーパーダッシュできないのかな。タタ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 って。あと少しだ。てか夜長えな。あれ、見つかった。もうこんな夜中に二人。紫のペンの人。え？てかティグは向こうに行ったみたいです。ここか。ほんと危ねえとこだな、ここは。落ちるぞまた。普通にティーズだし。君たち、こんばんは。あれ、アルタイルとか言ってる。私の名はアルタイル。直接会うのは初めてとなるな。え、ティズじゃないの。 Who are you? ティズ君のことはどうしても君たちに話したい。一つは浮遊岩の秘密だ。これはユウ君とマグだが、もう一つ伝えるべきことがある。おお、話してくれんだこいつが。真の世界に大穴を。これま皇帝たちの死。誰だ貴様は。どこから入ってきた。侵入者だ、捕らえろ。こういう。あ、悲鳴。やられてるぞ。私の先は後だ。とうとう見つかったか、コロニーレーザーが。あの侵入者に話しかけたら戦闘になるのは必死だな。なるほど、 OK。セーブしておいた方がいいな。 OK。 じゃあちょっとゆっくりとセーブします。こいつか、なんか強そうだからな。どこでセーブするんだ。こっから出れんのかな。いけねえし。いけなくない？セーブできなくない？できないよね。まあいっか、とりあえず戦ってみるか。というところで、まあちょっと長くなってきたので、一旦ここで終了して、まあ次回は侵入者と戦うところから始めたいと思います。では今回はこれで終了します。